覇し、私は簡単には負けません。愛の力です。じゃあその決意が本当か体に聞いてみるよ。なんだか一段と騒がしくなりましたね。いえ、ことぶきさんが幸せそうなのはいいことです。ですが、こんな空気がずっと続くのは。そうしたらなくなったら私寂しいし、ひかりちゃんったら私とそんなに一緒にいたいなんて。ひゃー、くっつかないでください。私はユーマ先輩に。やっぱり先にもらってやる。掃除しないと。あ、久しぶりにひかりちゃんの紅茶が飲みたい。はい、少々お待ちください。
私は大丈夫です。先輩が心配です。いえ、先輩の周りには綺麗な女性の先輩が多いので。第何の女でしょう。手じゃ足りないです。先輩も突然誰かにキスされたりしないようにしてください。いえ、こうやって先輩が誰かのものになってから気づく恋とかもあるのです。ですか？それ何でしたっけ？え？ないです。え？なんでですか？全然ですよ、全然です。ここまでで大丈夫ですよ。そんなに遠くないですし。ちょうど帰宅中であろう私のお父さんとマンションの前で鉢合わせたらどうします？先輩、明日は何か用事ありますか？よかったです。私も何もないと思いますが、一応お母さんに話して夜にまた連絡しますね。はい、それじゃあ。